はい、じゃあ行きます。さて、スポーツスター1200のアイハン、こちらを乗っております。ハーレーのね、2019年モデルは昨年11月でしたかね、一気にあれこれ乗らせてもらったんですが、まあ、なんといってもですね、いろいろエンジンが熟成をされまして、より、まあ、滑らかさというかですね、質感が高くなったなという印象がありましたが、この1200アイアンもそうですね、エンジンフィールがかなり向上したような感じがいたします。やっぱりハーレーね、もし初めて、購入したいと思う人はもうやっぱりこのスポーツスター系が第一候補だと思うんですけれども、で中でもじゃあパパさんか1200かといった時に、まあ、迷うかなと思うんですが、このアイアン、スポーツスターとはいえ、この、アップタイプのこのドロップハンドルというのかな、こういった位置になってますし、サドルシートでだいぶシート高が低いというところでですね、まあ、そのあたりはアメリカンクルーザーの雰囲気をしっかりですね出してますね。に対してまあね、小回りするときにね、これすごい、これ面白いなと思うんですが、実際すごく寝てるかどうかは分かりませんが、ライダーからするとこのね、旋回するときにものすごく寝れてる感じがするんですね。この辺がやっぱりスポーツスターならではというか、そもそもこう、ね、スポーツライディングも楽しいぞというハーレーの系統を感じます。エンジンの鼓動感というのはね、前の方から聞こえてくるような、こうライダーの着座位置の関係性もあると思うんですが、まあ、当然足元にエンジンはあるんですけれども、自分の前の方から聞こえてくるような感じがしますね。やっぱりこの着座位置が低いっていうことはあるのかもしれません。それではね、まあ、せっかくなんでちょっと外の道を、ね、走りに行こうかなと思います。さっきもあの足つきインプレやりましたけど、この膝が混ざった状態で足ベタ足っていうのはとてもこの安心感がありますね。まあ、車重がね、当然ハーレーですからそこそこありますが、にしてもやっぱりベタ足は安心ですね。そしてまあ今この青少バイパスに合流しましたけども、ウィンカーハーレーならではですが、右に出したいときは右側のスイッチを、そして左に曲がりたいとき左のスイッチを押すんですけれども、曲がった先でオートリターン、では角度の、ね、センサーなどによって検知するんだそうですけども、曲がった先には、ウィンカーをオフにする必要がなく、自動的に消えるということで、結構それはねストレスがないんですよ。楽だと思います。まあ、ツアラーというか、ねあね、クルーザーならではですね。このアイアンの19年モデルのアイアン の, この独特の、ポジション、まあ、この結
こう上がったハンドル、そして、お尻背中側が下がっているこのサドルシートっていうのが、まあ、私はちょっと腕が短いので、前傾姿勢っぽくないとちょっと手で届かないんですけども、まあ、普通の体格の人であればちょっとこう空をね仰ぐような、そういった感じのポジションになりまして、ちょっともうこのね今湘南走ってますけど、とても気持ちよくこう空がですね、広い空を眺めながらおーっとクルーザービーチクルージングみたいなね、ポジションが気分を作るということを私は言っていますが、何度も言っていますが、ハーレーっていうのはそういうところに長けているのだなと思うんですけれども、そう、決してその、ハンドリング、ライディングポジションっていうのは曲がるための技術を生むものだけではないと、気分を作ると、といったところで、アイアンもどちらかといえばそのクルーザースポーツスターなんですけれども、クルーズするようなイメージを作り出すライポジになっています。今あの旧東海道、まあ、国道1号線ですけれども、この昔ながらの江戸時代から続く松並木によりますが走っておりますが、スポーツスターですから、この空冷のね、V-Twinの鼓動っていうのを存分に味わっているところですので、この日本のね、F ワードな感じの速度規制の中でも、このハーレーならではというような鼓動感を味わいつつ走っております。今ちょっとガタガタしたとこ通ったんですけれども、サスペンションの感じは、まあ、これ多分ね新車だからっていうのもあるんですけれども、結構ダイレクトに来ますね。おそらくあと数千キロ走るとこなれてくるのかなという気がしますけれども、そのあたりはね、あのこの多分サドルシートだっていうのも、シートアーツがやっぱり、まあ、薄いというか、このサスペンションに近い位置にあるからというか、そういうのも多少フィーリングに影響しているかもしれません。クラッチがですね、まあそのハーレーってやっぱり昔から重いと言われていますが、あのこのレバーの形状なんでしょうかね、あの確かに、最初、引き代は結構重いなと思いますが、握り込んだ時の感じはですね、ホールドしてるとそんなに気にならないっていう、なんかちょっと不思議な感じですね。ちょうどこの、日本車とかと比べるとだいぶこの大きい平べったい、タイプのレバーなんですけどね、この辺もいろいろと熟成が重なっているのだなというふうに思います。メーター周りはですね、小さなシンプルなアナログのメーターなんですけれども、ライダーに向いている感じですね。フラットではなくてライダーに向いたような角度になっているので、とても見やすいです。すごく見やすいです。スポーツスター1200アイアン、こちらを試乗してまいりました。まあ、ハーレーといえばということなんですけども、最近はイヤーモデルとして毎年いろいろね、いろんなモデルが出てきます。そんな中で2019年のアイアンは、まあこういうスタイルで出てきました。試乗の中でも言いましたけれども、特にこのポジションですよね、ハンドルの位置ですとか、こうサドルタイプのシートですとか、そのあたりがクルーザー気分を盛り上げるといった、そういった形になりました。でそれはそれでも本当にね、ハーレーならではの楽しみを味わえると思います。私の場合は、まあ、これまでですね、スポーツバイクたくさん乗ってきました。なので、まあ、このスポーツスターもですね、もっとこうポジション的にスポーツしたいよとちょっと思うところも
なくはないのですが、そのあたりさすがハーレーさん、もう純正でいろんなカスタムパーツがありますので、ベーシックな1台として、まあ、これを手に入れた先にはですね、絶対カスタムもねできるはずなので、そのあたりも楽しめる1台なのかなというふうに感じました。